皆さん、こんにちは。今回は毛利元就による九州侵攻について語ります。過去動画の秋月種真、宗像氏貞、原田高兼、龍造寺高信も参照してもらうとより多角的に理解できると思います。大内氏が滅亡した弘治3年1557年、豊後の大名大友義重は毛利伏に書状を送り、実弟である大内義長の滅亡は仕方のないことである、彼が大内氏を継承することを自分は止めたんだと述べる一方、筑前で兵を挙げた秋月文種討伐に関して同意を求めている。同年7月、大友義重は別紀秋面と臼杵秋澄に2万の兵を預け、筑前古書三条城主秋月文種を攻め滅ぼした。文種と嫡男春種は自刃したが、次男種真は毛利氏を頼って落ち延びた。秋月文種に同調した筑前岡山城城主筑紫惟門もまた大友軍に攻められ、この広門と共に毛利氏を頼って落ちた。大内氏の丘陵総羽長門を手に入れた元就は、大内氏の残る丘陵豊前筑前に対しても触手を伸ばしていく。大内氏時代から豊前筑前では国衆の力が強く、毛利氏は彼らを味方につけつつ豊後の有力大名大友氏に対抗していく。まず永禄元年1558年6月、小早川隆景が水軍で門司城を奇襲し、大友方の城主ぬる湯氏を追って門司城を占領した。門司城を取ったもんが九州取れるちゅう話じゃけん、わしがやっちゃろう思うちょるんよ。門司城は関門海峡を望む標高175メートルの古城山の山頂に築かれていました。城跡はメカリ公園として整備されていて、車でも上がれます。本丸跡には明治時代に砲台が築かれ、門司城の遺構はほとんど消滅してしまっています。本丸の片隅にわずかに石垣が残っているだけです。一方で毛利氏は秋月種真と筑紫惟門を支援して筑前に復帰させた。秋月よ、私は帰ってきた。永禄2年1559年6月、大友義重は将軍義輝に対する多大な献金が功を奏し、豊前の国筑前の国両国の守護職に任ぜられ、同年11月には九州短大に赴任された。さらには大内氏の家督を決定する権利も得た。元就、外交でやられてるじゃん。瀬戸内海で毛利氏と勢力圏が接する三好長慶が大友をして毛利を牽制する狙いがあって義輝に働きかけたという説もある。だいぶ話がワールドワイドになってきたにゃ。箔をつけた大友義重は同年9月には家臣田原親広同親方を派遣して門司城を攻撃した。毛利方と大友方の間で何度門司城をめぐる戦いがあったかはっきりしないが、永禄3年1560年12月には門司城は毛利氏の支配となり、仁保高安が門司城督となった。
大友方は諦めず、永禄4年1561年8月に大軍を派遣した。毛利方は吉川元春、小早川高景兄弟が門司城に入城して守りを固めた。10月10日、大友軍が門司城に対して総攻撃を仕掛けてきたが、毛利水軍が後輩をついて大勝した。10月26日、大友軍がしつこく再襲来したが、再び撃退した。門司城合戦では、大友義重の要請で、ポルトガル船が海上から門司城に向けて砲撃を加えたというが、単発的なものだったらしく、海上では毛利方が終始優位を保った。川の内家母衆に小早川水軍、さらには三島村上氏を加えた毛利水軍は、大友水軍に対して圧倒的に優位で、11月2日、美濃島沖で大友方の水軍を破った。さらに、補給路を断たれたために門司城周辺から陸路撤退してきた大友軍を待ち受けて大打撃を与えた。毛利水軍、そろい踏みじゃ。話は変わって、筑豊南部の要衝に河原岳城がある。豊後と博多を結ぶルートの一つでもあり、周防と博多を結ぶルートの一つでもある。河原岳城にこもる河原宮大宮司原田義実は毛利方であったため、永禄4年1561年7月、門司城攻撃を前にした大友軍の攻撃を受け、激戦の末落城した。しかし、門司城合戦の勝利もあって、数ヶ月後には毛利方が河原岳城を奪回した。城の守りには杉貫次が入った。杉貫次は大内氏時代の筑前守護代杉置和の一族と考えられる。河原岳城は筑豊地区の河原岳山上に築かれた山城でしたが、現在は石灰石採取のため大きく削り取られ、見る影もありません。また毛利方は門司城南方の神田松山城を占拠し、杉重吉を入れた。神田松山城は大内氏時代豊前守護代の居城であり、杉重吉は豊前守護代杉重則の孫にあたる。杉重則は末春方に謀殺され、重則の子で重吉の父重助は内藤高代に討たれている。杉重吉は幼少であったため、安芸国人の天野高重を補佐役として送り込んだ。神田松山城は海上に浮かぶ北九州空港へのアクセス道路の付け根付近にある標高128メートルの山に築かれていました。当時は海に面していたと思われます。一部消滅していますが、整備され見学しやすくなっています。永禄5年1562年9月、大友義重は門司城と神田松山城を奪還すべく別紀明面を豊前に送り込んだが、毛利方は守りきった。一連の敗北を受けたためか、この頃大友義重は剃髪して宗麟と合し、居城も新島城臼杵城に移した。大友義重は将軍足利義輝に働きかけ、毛利氏との和睦を画策した。山陰の尼子氏との戦いを優先したい毛利氏は、秋月種真ら豊前筑前諸将の反対を押し切って大友氏と和議を結んだ。和議の条件だった河原岳城の破却に杉貫次が抵抗したこともあって、和議がまとまったのは永禄7年1564年のことだった。この間には
嫡男高本の急死という不幸があった。この和睦により大友氏は長野氏に対して豊前長野城の明け渡しを要求したが、長野氏は門司城の支配下にあるとして明け渡しを拒否した。そのため永禄8年1565年、大友宗麟は長野氏討伐の軍を向け長野氏の諸城を攻め落とし、長野氏は大友氏に下った。永禄10年1567年、東満山城の高橋秋種が大友氏に反旗を翻すと、秋月種実もこれに合わせて挙兵。さらに原田高種、宗像氏真ら筑前の諸勢力も同調し、戦乱は大きく広がった。永禄11年1568年4月、橘山城城主の橘明俊も高橋秋種の説得によって大友氏に反旗を翻した。しかし橘山城は大友軍の3ヶ月間にわたる攻撃によって落城。城主橘明俊は自害した。毛利軍の主力は河野氏を支援するため伊予に出兵していたが、帰国すると休む間もなく九州へ向けて出陣した。水軍力で勝る毛利軍は難なく九州上陸を果たした。最初の標的となったのは大友氏に降伏した長野氏だった。吉川元春、小早川高景、増田藤兼の軍は長野広勝のこもる三竹城に押し寄せ、長野広勝を討ち取った。毛利に着いたら大友に攻められ、大友に降伏したら今度は毛利に攻められ、境目の領主は辛いにゃ。三竹城は不便な上整備されていないので行ってませんが、長野氏の元の居城豊前長野城には行きました。豊前長野城は周囲を200以上の畝城建堀群で取り囲んだ城郭として有名ですが、素人が見学しやすい感じではありません。どう見ても放棄された林道を登り、道とも思えない斜面をよじ登って城跡に入ります。無数の畝城建堀群に関しては伝承記豊臣秀吉の侵攻に備えて小倉城城主の高橋元種が整備したという見方もあるようです。さて、長野氏を排除して北豊前を制圧した毛利軍は博多支配の要衝橘山城攻略に向かった。大友軍主力は佐賀の龍造寺高信討伐に向かっていたため、難なく橘山城を降伏海城に追い込んだ。橘山城は博多湾の東にそびえる橘山に築かれていました。橘山は清浪山、松尾岳、白岳の3つの峰を持つ山で、主角は標高367メートルの最高所清浪山にありました。城郭は3つの峰にまたがるほか、南になだらかに続く三日月山まで含む広大なものです。登山道は複数あり、人気のハイキングコースとなっています。東の麓には橘道雪の墓がある梅岳寺があります。大友軍主力は龍造寺高信と和議を結んで橘山城に攻め寄せ、攻守ところを変えて橘山城の攻防が続いた。両軍は橘山城城下を流れる多々良川を挟んで対峙し、戦いは18回に及んだ。多々良川下流域は干潟が広がり多々良浜とも呼ばれ、南北朝期には足利尊氏と
南朝方の九州諸将の間でも合戦が行われた場所である。5月には大友軍の別紀明らが多々良川の上流側で小早川高景の守備を破ることもあったが、両軍決め手にかけ半年が経過した。この膠着状態を打破すべく動いたのは大友宗麟の方だった。毛利氏を背後から脅かす謀略に出たのである。元就やられちゃってるぞ。永禄12年1569年6月、天子勝久を擁する山中鹿之助ら天子残党が田島山梨の支援を受けて出雲侵入を果たした。毛利氏に従っていた出雲国衆から寝返る者が続出し、勢力を拡大していった。たたりじゃ、あー前の村のたたりじゃ。同年10月、大内輝弘が大友宗麟の支援を受けて長門に上陸、山口に侵攻した。たたりじゃ、大内村のたたりじゃ。元春高影をすぐ呼び戻すのじゃ。ええ、もう少し頑張れば博多を取れるの。よいな、ここで損切らなければ全てを失うことになるのじゃ。すぐ戻れ。いいから戻れ。とにかく戻れ。こうして毛利軍主力は大友氏と和議を結び、九州から撤退していった。野見宗勝らの守備兵も翌年には約定により橘山城を明け渡して撤退した。